鑑定心臓、鑑定陶像。鑑定は、中国語漢末期に、劉備に仕えた武将の関羽が深刻化されたものである。鑑定病に祀られる。鑑定は、関羽の継承でもある。関西帝君と呼称されることが多い。鑑定将君、鑑定王、三世風師、関風師、二天古物、経天大帝、福間大帝、鑑定菩薩、 関清大帝菩薩、ガラン神、ガラン菩薩、ヨゴ法など多くの呼び名を持つ。北宋の小生三年に、秋田州の命で、慶州の玉泉祠が、県列病という名にされた。その後、歴代の中国王朝で風合として、尺送り名を追造されていたが、武病の大後、本来は、唐の時代に太公帽を祀る武聖王病のこととして、 明の万四十二年、万歴帝から、三外福魔大帝新縁新天村赤星帝君、天型年間に、典型三角による、三外福魔大帝新縁新天村赤星帝君、という信号を追贈され、新では、北京地安門外二病を作り、順治九年に、順次三角から、中義新武官聖大帝、乾隆年間に、乾隆帝から、中義神武、義武霊遊関聖大帝、 家境年間に、家境三角から、中儀神、武麗優人優関西大帝、同光年間に、同光帝から、中儀神、武麗優仁志優位県関西大帝という信号が送られた。ギット後が勘を排除するための連合を組むという事態を迎え、勘は、養子の官兵と共に、旅猛に撃たれることになった。その直後に、勘を撃った旅猛は病死、旅猛の副将の孫隆氏も、 同時期に病死、義の曹操も220年3月に病死するなど、関羽の死に関わった人物が、幾人も関羽の死から時を置かず相次いで倒れた。もともと、中国には、通常の死ではなく非合の死を遂げた人は、強い霊力が宿ると考えられており、関羽の死の後に起こった関係者の死に、超自然的な力を感じ取ったことだろう。関羽の生前の武将としての知名度に加え、 こうした、羽の死をめぐる展開が信仰のルーツとなったと考えられる。石帝病関帝を祀る病名は、例えば、ジョナン・マキさんでは南地年収14件のうち病の名称は、石王病が5件、樹帝抗病が6件、竹安王病が3件と名称はまちまちであった。後に、関帝病と呼ばれるようになった。真の時代には5月13日が誕生日として、 皇帝による式典が行われていた。関羽が巧妙な武将であったことから古くは武神として信仰された。また関羽が義理や審議に厚い人物だったことから財神として、元は塩の密売業者で、そろばんや大福町を開発したという伝説や賛成商人に、とって地元の英雄だったことから現在は主に商業の神としても信仰され、 中国は元より世界各地の中華街など、華僑の街にはほぼ必ず、石帝病や祭壇が設けられている。日本では1873年に横浜中華街内に寒帝病が作られ、旧暦6月24日に寒帝丹という誕生日にまつわる神事が行われている。また、大阪や長崎の大爆囚寺院にも寒帝が祀られている。坂見健一。 中国雑は中国的思想には一部のインテリを除いて中国人にはなぜ宗教者でもない一部省の幹部がこうまで崇拝されるのかといった矛盾は全く浮かばない。中国人に代表的な神を一人挙げてくれと言うと迷うことなく官邸と答えると聞くとある。ありがとうございます。